不法和結合とは、隣接する原子間で2回以上で結合している化学結合であり、ほとんどの場合は一つのシグマ結合と一つないしは二つの π 結合から形成されている。不法和結合を持つ化合物を不法和と呼ぶ。ただし、削体においては18電子則を満たさないものを不法和であるという。通常の有機化合物においては、二重結合あるいは三重結合を、 有することであり、炭素原子間に不法和結合を持つものとしては、あるアルキン、方向属化合物などがある。また、不法和結合は、炭素原子間で、ある必要はなく、ケトン、アルデヒド、イミンも、不法和化合物である。繊維金属化合物の場合、デルタ結合の関与により、よえ、結合以上の結合時数を示すものも知られる。項目、よえ、結合、 50結合、60結合を参照。不法和化合物内しは、不法和結合を含む化合物群を次に示す。ある化合物が不法和結合を持つとき、何らかの不可反応が起こりうる。その不法和結合が方向性を持たない場合により、起こりやすい。不法和結合を通して、感能元の電気的性質が伝わることがある。項目、ビニローグを参照。 二重結合が二個以上連続しているものを集積二重結合と呼ぶ。それらが炭素のみからなる場合、二重結合が二個連なった化合物をアレン、三個以上連なった化合物をクムレンと呼ぶ。二酸化炭素やケテンなど炭素以外の元素を含む集積二重結合化合物はヘテイロアレン、あるいはヘテロクムレンと呼ぶ。 アヌレンは大環状協約不法和化合物の総称で環を構成する炭素数を押使用して窃盗時で命名する。アンヌレンは学術用語としては正しくない。4n プラスにアヌレンは方向属性を示すのに対して 4n アヌレンは反方向属性を示す。ありがとうございます。